うす、どうもこんにちは。ではね、今回もねチョコボレーシングやっていきたいと思うのですが、今回ちょっと昔やったデータ見ていこうかなっていう感じで、はい、昔俺が作ったこのマイカーたちをね見ていただきたい。そして自分もちょっと久しぶりに見たい。どんなんだったか覚えてない。とりあえずね、メモリーカード検索中。さあ何が来るか。化け物出てこい。かっこよ、マッドゴールドあー、なんかちっちゃいながらにして、このなんか中二病心くすぐる名前ばっかですね。なんかマッドゴールド、ベヒモス、ギグス、これ絶対もうね、当時いたあのマンチェスターユナイテッドのギグスですね。ライアンギグスの名前多分取ったと思うんですよね。これフレアイレイザーに関してはもう完璧中二病です。はい、グリーンサンダーはただ緑の雷なんですよね。ゴッドブレだとめっちゃかっこいいけど、なんか簡単になんか作った気がする。この名前シャドウプリズム、このなんかゴーレムっていうのね、これがなんかちょっとミソですよね。でもこれに関して意味がわからない。赤鬼、そのまんまじゃんっていうね。多分ね、色赤なんだよねこれ。でダークファントム、あーやばい中二病心やばいなマジで。これはね覚えてるんだよね。初めてオール20作ったチョコボブラックバード、本当はね確かベヒモス作りたかったんだけど、なんか一番オールバランサーでなんかめっちゃいいかなと思ってブラックバードっていう名前でチョコボ作ったんですよね。でシルバーネーターっていうのはちょっとなんかターミネーター見た後なんでしょうね多分。はい、ちょっとこれどうしようかな、最後にしようか、最後に見ようか。うん、よし、じゃあストーリー戻りましょう。続きからいく。3話からスタートします。チョコボレーシング、チャプター3、城壁の門番。さてさて、食べに出たチョコボたちは村の出口に差し掛かっていた。そうな、さあもうすぐ村の出口だ。もしやばそうなやつができたらお前が戦えよ。まあ基本的にモーグリは力にならないと、僕は握るから。お、なんか保護色だ。今一瞬いたかマジで気づかなかったわ。かっこいいなゴーレム。データ。俺この城壁の門番、この先とても危険。あ、優しい。俺より強いものしかこの村の外出れない。なんだ門番が脅かしやがって。さあおとなしく村帰れ。帰ろうぜこれも。チャリンチャリンチャリン。何それは。青石、あんた持ってんのか。お前も青石持ってるか。食え。よし、その青い石をかけて勝負だ。いいだろう。このコース、ファイヤーの魔石眠っている。この魔石一つでファイヤー、前のやつ狙って使いクラッシュ。二つでファイヤー、音で前のやつをクラッシュさせる。3つでファイが前へ走っているやつら大クラッシュさせる。なんで教えてくれるんだ。俺使い方知ってる。お前たち知らない。それで数良くない。あー優しいですね。クソ見くびってくれちゃって。でも俺も負けるわけにはいかない。くえ。お、踊ってるゴーレムかわいい。さーて今回はどうしようかな。お、モーグリ使えるんだけど、モーグリ使おうかな。モーグリ、モグする R2。R2 ってどっからついてきたんだろう。さあ、じゃあ、モーグリで行きましょう。まあ、羽ばたきは嫌なんだけど、まあ、羽ばたき行くか。どうせなんで。シャッカ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 。さあ、来ましたね。モーグリなんかちっちゃ。あディーン、おっしゃー、開幕来ましたね。おっしゃおっしゃ、あーちょっともうこれさずっと隠してたんだけど、あれ使っちゃおうかな。あれ使っちゃっていいっすか。あーやべえやべえ、あー羽ばたきマジ意味ねえ。これ確かなんだっけ、あの氷系のやつが地面に巻かれた時とかに使うんじゃなかったっけこれって。さあ、おーしおしおしおし、第2段階になりましたね。いくぜ。さーって、お、はい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 、おっしゃバカめ、行くぜ羽ばたき。おい意味ねえじゃねえかマジで羽ばたき。お、ファイヤー、うわーいける。いやあれ結構いいんだよねあいつのゴーレムのやつ。
しかもぶつかってないからアビリティ取れない、アビリティじゃない、魔石取れない、うーんこの野郎。いやこれ意外と結構ねモーグリきついっすね。もうあれ使っちゃっていいっすかマジで、さっきから言ってるんですけど。ただ羽ばたきのせいで当たれ当たらない。あこれ確か3段階ぐらいまでやると追尾になるんだっけ。わお、やる。もう使っちゃっていいっすか。よし来たー、よし、これさえ使っちゃえばぶっちゃけ、よし、いけるっしょ。このね裏技というか小技というか、あやべえあちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あやばいやばいやばい、あのすいません、あのやばいっすね、はい、調子乗りました、ちょっと自分、いやーマジで意味なかった、マジっすか、ちょっと舐め腐ってたわゴーレム、えマジで、えちょっと、あーちゃんとやっときゃよかった、あーマジチャリできた。キャラクターセレクトしましょう。はい、じゃあもうねうーざっていいからもうチョコボ行くっしょ。そしてダッシュっしょ。もうねあんなゴーレムに負けてらんないっすよ。ちょっとマジで真面目にやるんで今回は。さすがにモーグリは悩みすぎましたね。でんあぷーん、余裕マジ余裕、あーやばい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 、ちょっと舐めすぎたなマジで。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。でここがね、よし、お前貴様、おらこれどうよ、この小刻みテク、いくぜ、当たれーって、当たらない、そしてダッシュ通り、ダッシュじゃなかったファイヤー取って、オッケーオッケー、これならいけるっしょ。2段階目突入、そしてもう少しでダッシュたまりーので、たまったらたまったらダッシュ使って、この3段階目にファイガにして、オッケー、そしてこのファイガになった瞬間に撃つ、バカがよ、よっしゃ、そしてこのゴーレムが死んでいる間にこう、やばいな、結構詰めてきてんな、まずい、これはもうダッシュを取ろう、ダッシュを取って、そして後ろのやつをどんどん差を開いた状態でダッシュを使い、そしてこれもダッシュ、おい来た、あれ、あー間違ってた、ラップス、なにー、ちょっと待って、いやーこれ久しぶりにやるときついな、なんていうんですか、コーナーの感覚が全然ね、いろんなレーシングゲームやっててちょっと変わっ、なんでよなんでよマジで、これさどっちの方がいいか、これかける、ダッシュにかける、天命、そしてラストは行くぜ、おっしゃ来た、おもちこしたっしゃ、お前の重たよりやる、この村出ても大丈夫、いや、約束だ、その青い衣装をよこしな、俺お前たちと一緒に行く、なに、俺ら仲良し、友達、俺一緒行けばおこの石、お前たちと一緒、へりくずこねやがて、それに白いお前いまいち信用できない、なんだちょ、俺一緒行く、俺お前見張る、食え、素直に喜んじゃって、分かってよけれ、僕がリーダーだからな。いかちいな。でっか、踏み潰すんじゃねえのこれ。こうして二人に心強い仲間が一人増えたそうな。チャプター3終了。じゃあ続きいきましょう。お話を読みます。愚問ですね。チョコボレーシングチャプター4、廃校のなんとか。さてさて、ゴーレム加えて3人になった以降、たどり着いたところはあれ果てた交談だったっしょうな。くえ。ここはミスリル鉱山だ。ミスリルっていう銀が、銀を掘り出したところだ。今じゃミスリルも取れなくなって使ってないみたいだけど、盗賊出る噂、油断気持ち、友達、脅かすなよ。でも山を越えるにはここを抜けなきゃいけないんだろう。もちろん。
お、このハゲたカツラ男はこのご時世に旅たいいご身分だな。さあ金目のものをおとなしく置いてってもらおうか。ほれお前らおとなしくさせ、リーダーの僕がよしかかってるんだぞ。ピカン、お、お前も青石持てるか、友達。なんだって、お前らもこの石を持ってるたな。もしやこの歯校内で勝負だ。負けた方が青石を渡すと条件でどうだ。いいぜ、いいだろ、俺たち負けない、友達。分かったなら早く話せ。お前らも多少腕には覚えがありそうだね。ここでブリザドっていう魔法があるんだ。一つでブリザド、氷を張って走ってくれたらスピンさせる。二つでブリザラ、たくさんの氷を張りスピンさせる。三つだとブリザが敵全体を氷漬けにして大クラッシュさせる。だがブリザドの魔法石を使うと拾ってもオイラのアビリティ分取るでその日いただいちまうぜ。あーそうだった、忘れたな。こいつのこいつのスキルが相手のやつ、誰かのやつパクるんだよな。一個魔石結構ね、めんどくさかった。おお、これゴーレム使うっしょ。これね、グリップルため、マジ。さあ行きましょう。ゴー、やーべ、ミスった。あ、そういえば確かブンドルされる、ほんとそのエフェクトがかかった瞬間にこっちが魔法使っちゃえば確かパクられないんじゃなかったっけな。はい、来た。グリップルマジでね、やばいから。あー、パクられた。おい、マジかよ、おい。ちょっと待って、そして、ここにショートカットがあるんですよね。はい、これがあるっていうことはもう勝ち確ですよ、はい。これ覚えてるからね。そしてこのグリップル。いや、結構グリップルはやっぱね、あれなんだよね。スピード、自分のスピードが速くないと、あんまし、効力が。逆になんか使いづらくなるっていうのがありますよね。あ、ぶれぶれ、よし、うわ、もうじゃ、まじゃ、まじゃ、魔石取るんじゃねえぞ。よしよしよし、これで俺がパワーアップ。よし、グリップルため。よし、これ、ここ使いやすいね。おいおい、死ねや。おい、オッケー。そして、これでグリップルため。うわー、マジで。なんかぶつかりまくってんな。ここの BGM もいいんだよね。このなんか、フラメンコギターみたいな。あ、ペンカン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 みたいな。おい、アホが。そして、ここで、グリップルため。よし。オッケーオッケーオッケー。危ねえぜ。あんなところにバナナ置きやがってや。おお、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。え、マジ待って、ちょっとやばい、ぶつかれない、マジぶつかれない。え、ちょっと、え、ちょっと、あれショートカッターなんですけど僕。あーっと、はい、チョコボ行こう。うん、ダッシュやっぱね、信じれるものはダッシュですよ。はい、皆さん、これからチョコボレーシング初めてやろうっていう方もね、ダッシュしか信じないでください。レディゴー。はい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 、これゲッチュ、これゲッチュして、これもう速攻使っちゃうから、ぶんどらせねえから。モーグリが一番遅いのになんで食らってるのかな。オッケーオッケーオッケー、ここでね、ちょっと、うっしゃ、ダッシュ、チョコヒョ、オッケーオッケー。うわ、やー、使えなかった、今一瞬ね、分かってたんだけど、くそー。今日もうこれで、あ、てか早いな。どうした、早くない、あのゴブリン、めっちゃ早いんだけど。あ、危ねえ、使えたぜこれってさ、内部的にはあっちはもう手に入れてんのかな、ブンドルで。どうなんだろうね、先に使っちゃえば OK みたいな話ではなさそうだけど。よしよしよし、順調やね。 OKOK、 これでブリザーが来るときついんですよね。オッケー、これダッシュ使いいの。うわ、バカやろ。だがまだ、よしよしよし、まだいける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 。オッケーオッケー、よし行こう、まだ早いぜ。あ、ほら、アホがいるぜ。うわー、やみせたみせたみせた、こんやろ。今使ったな、アビリティ。うわー、俺がスリップストリーマーだからよ。行くぜ。あった、
やばいやばい。だがラストのショートカットで何もなければ俺が勝てる。おっしゃー、ほう。壁にぶつかんのきついっすね。おっ。うわ。ストーリーからちょっと外れまして、今回からパート一個一個の最後にこのね、自分が昔作ったキャラ一個ずつ使っていこうと思います。ではマッドゴールドからね、まず初めにやっていきましょうか。うい、うわ懐かしい。うわガンブレードあったな。そういえば何が一番いいんだっけ。ガンブレードめっちゃ遅いんだよね、これ。たまんのがメガフレアも遅いんで、マセキアップ結構良かった気がするんだよな。マセキアップいくか。でまあ適当に1個どっかのステージ行きましょうか。とりあえず巨人の尻でいいかな。うん、まあ適当に。あとははい、バハムトクラスっしょ。それバハムトクラスっしょ。はい、じゃあやっていきますよ。おいおい、うわっ、ミスった。やべえ、ちょっと待って、あのね、速さのレベルが段違いだ。クソ速いからこれ。やべえ、しかもグリップもえげつない速いし。おっしゃー、しかも敵速くねえか結構。おれ速っ。え、マジで。おっしゃー、マセキアップ。おっしゃ、パクられる。溜めた意味、オッケー、意味あんまし意味。おい、ちょっと待って、デス使うぞお前。ちょっとアルテマじゃねえか、久しぶりに見るな。おっしゃ、アホーゲ。アルテマってなんか貯められないんだっけ、貯められるっけ、どっちだっけ。ちょっとデス、あ、デスも、デスはできないんだね。魔石1個しかできない。おっしゃ、確かぶつかると確か映っちゃうんだっけ、デスって。よしよしよし、いいぞ。はい、ゲットじゃぞー。あー、マジありえ、よくしねえ。オッケーオッケーオッケー。バハムートはさすがに早いから、オッケー、これで。おっしゃ、よし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 。あれ今使った。いや、魔石アップは使ったけども、ここから、おっしゃ、このさ、グリップが半端ないんだよね。よし、たまりいので、使いいの。よしよし、あ、プロテス、あ、プロテス、これプロテスめっちゃいいよね、確か。あ、プロテスめっちゃ良かったけど、覚えがあるわ。うん、はい、効かない、勝った。よっしゃ、かわいいな。というわけでね、今後もこんな感じでやっていくんで、よろしくお願いします。では次で。